鶏だから普通に、あの、忘れ、こけー、いやーもう、ひどすぎる。足のギアごめん、忘れてた、鶏でした。ちょっとね、可動域に限界があるんですよ。終わったらバケツのギア見せてくれません？参考にしたいです。あと理由も欲しいです。いいよ、これギア理由、レンタナさんが強いって言ってた。以上。レンタナさんのギアより委員会があの02だけ多いですね、ゾンビ減らして。で、その理由は僕がまだゾンビを扱いきれてないのと、後々このインク系をゾンビにした時で、これインク系にしちゃうとインクのその感覚が変わっちゃうんですよ。でもインク系だとゾンビにした時に感覚が変わらずにゾンビに移行できるので、まだゾンビに慣れてないうちにインクがきつくならない。メインインクとかにしちゃうとそれを外した時に多分弱体化が起きてしまう、慣れてないから。じゃあインク系でいいのではっていう理由です。え、靴見えない、ごめん。あと理由は靴の部分もう一回見ろ。この試合終わったらもう一回コメントして。多分僕あのニワトリだから普通に、ニワトリだから普通にあの忘れ、こけマジで地獄マッチだなこれ。何すりゃええの、もううざった。本当にエクスプロッサー、僕いないよ、僕いないよ、いないっつってんだろうが。うざすぎるだろう、あまりにも。きちゃすぎるだろあれ、それまずい、そう本当にきつい、いやーもうきちゃすぎる、きつ、マジで無理なんだけど。これちょっと負けたの下せんな。最近フルイド好きなのでフルイドの気象者を伝えると思う。目線参考になります。あれガチで気象、本当に。なんかこれを見越して弱体化した説はあるよな。あ、足のギアごめん忘れてた。またあのあれしてコメントして、ちょ次は忘れないようにするわ。ニワトリでした。なんかいる、え、今の当たってないの、なんで、えい、やってくると思った、絶対それやってくると思った。僕もうキャンピングシェルターはウルシャ溜まってると前に出がちなんだから。まずいなこれ、こういう場合大抵負けるんだよ。あーまずいかもこれ、まずいかもこれ、なんかいた、ラッキー、しかもゾンビ効いてる、ラッキー。やれ、ナイス、あーやらんかったか。マジ、死んで壊されたな、危ない、
おぶね、ナイス。あれ？あ、うまい。あ、じゃあ、あれ？本当に調子乗りました今。ねえ、耐えてくんないこのまま。ねえ、どっちかバリア止まって。どっちかバリア止まって。ナイス。どっちかバリア止まって。うん、うん、うまい。なになになに、オッケーオッケーオッケー。入ります。ぶねえ、はい、はい、はい、ナイス。あ、足脱ぎや、そうだ、足脱ぎや、足脱ぎや、足脱ぎや。バトルナンバーワン、ガチエリア前線キープナンバーワン、とどめすナンバーワン、ガチキャリーじゃんこれね。足脱ぎや、ちょ、あれ、ちょっと待って、どうやってやったらいい。あ、うう、邪魔だこいつ、これ。あ、首痛かった。ラジオ体操かな。いやー、肩が硬くてね、首肩が硬くて、ちょっとね、可動域に限界があるんですよ。